次ですね、えっ、ー、と FX のメッセージですね私は掛け持ちで2つの FX 塾に入っています一つが久保さんの速化塾ですうんその中で2月の中盤から後半にかけて久保さんは「ファンダメンタルの割合が大きくなっているからテクニカル解説ができないしばらく解説はしません」と言われてました <laughs> 変わったトレーダーさんだなと思いましたがロシア侵略が始まりファンダメンタルの毎日確かにテクニカルは難しいですね 無理やりテクニカルを当てはめている私のもう一つのコミュニティ講師が嘘つきだと見抜けた瞬間ですああそうなんですかそしてさらにファンダメンタルもある程度積み重なっていけばテクニカルが使えるようになってくるよといった瞬間にバイを連打する久保さん <laughs> そしてまさにその通りにねそうですよねこんなはっきりとした相場解説しかも値段を小数点以下3桁まで宣言してエントリーするなんて聞いたことがありません まあ、いつもそうしてますよね、確かね。うん。まあ、外れる時もありますからね。えー、これじゃあ、絶対に見ている人は勝てるじゃないですか。これから久保さん一本にします。ありがとうございます。今年はすでに久保さんのおかげで100万以上突破しています。おまあ、勝てるでしょうね。もう一つのコミュニティは、参加価格が35万だったのに、全く役に立ちませんでした。うん。まあ、リスクヘッジですよね。二つ入って、どっちかが当たれば、総たルで取り戻せるみたいなね。 まあ速化、そっか塾頭金3万、ちょっと値上げした方がいいですかね。<laughs> はい、ありがとうございます。